はい、前川です。今日もですね、動画をご覧いただきありがとうございます。今日はですね、リアル話、柔道整復師の収入はっていう話をしていきたいと思います。わー、まあ、編集の、ね、仕方とかわからないんでわーとかならないんですけども、今日はですね、勤務時代編ということで、まあ今の時代と僕がね、勤務した時代とはちょっと違うのかなと思うんですけども、まあそんな変わらへんだろうということで、勤務時代のね、話をしていきたいなと思います。僕自身が今、この35になるので、勤務手段18から25ぐらいまでですね。なので今から何年前ですか ?15 年前ぐらいですか、ケース間違って全然違うかもしれないけど、まあそれぐらいの時にね、勤務してた話をしたいなと思います。でですね、僕が初めて勤めた時っていうのは、まあバイトとしてですね、勤めたんですけども、時間給でね、時間給650円っていう世界でした。えげつなくないですか。その時も多分最低賃金がね、780円とかやったかな。うん。まあでも僕たちの業界っていうのは指定関係があったので、僕はまだいい方で、僕よりも先に入ってる業界に入ってる人たちは、毎月、ずっと働いても月給3万とかですね。まあそういった、収入でやっていた時代です。はい。まあそれに比べたらだいぶマシなのかなと思うんですけども、まあそういったとこからスタートして、でまあ実際柔道整復師という資格を取って働いた時がですね、確か僕25万円だったと思います。はい。25万円支給で、そこからまあいろいろ引かれてたんで、何個か覚えてないですけども、大体そういう状況でした。そして、寸死とか、ボーナスっていうのは全くないんですね。有給もないし。休みも本当なかったですね。かなり、ハードワークでした。ウォークですか?ワークですか?ちょっとわかんないですけども、朝8時に治療院行って、当時勤めたところはですね、12時半ぐらいに終わって、次2時半から8時までなんですよ。めっちゃ長くないですか?めっちゃ長いですよね。いやー、ほんとね、結構、ようやったなと思いますね。まあ、それでですね、月曜日から金曜までお昼、半丼とかなくてですね、やって。で、土曜日はまあ12時で終わってっていうことをしてました。はい。まあ、それをね、ずっと続けててなんですけども、だいたい周りもそんな感じでした。でそんな感じで、整骨院さんに勤めるとそんな感じで、まあ、当時社会保険とかもなかったしね、雇用保険もなかったんちゃうかな。まあ、そんな環境で働いてました。で、周りも整骨院勤めてる大体そんなんだったんですけども、まあ、整形外科さんとかですね、働いてる人は、まあ、もうちょっと給料が良くて、社会保険とか、ちゃんと休みもらえたりとか、しててですね、まあ、羨ましいなーっていうのがすごいありました。で、まあ、雇われ委員長、部員長とかなったら、まあ、30万とか、いい人で50万とかもらって、まあ、されてる方がいたなって感じですね。まあそんなので、僕は柔整と鍼灸、この2つの資格を持ってるんですけども、結局2つ持っててもそんなに収入変わらなくて、鍼灸取っても27万とか6万やったんちゃうかな。で、まあちょっと場所変わって、そこではね、いくら欲しいと言って30万欲しいです。ということで30万もらって、なんですけど、それでも年間360万じゃないですか。これってね、どうですか?収入だけで考えると全然美味しい仕事ではないと思います。はい。で、まあ、ずっとじゃあそこで勤めたら上がっていくのかって言っても知れてますしね。もう先見えてるわけで、正直こう収入だけで見ると、柔道整復師っていうのはね、全然もう先のない仕事ですよ。で、ますますね、整骨院っていう、ビジネスモデルっていうのは本当に、経営としては厳しくなっていく。っていうのはもう目に見えてるんでね。だからこれから、まあ、なろうとしてる人は本当に覚悟してね、入った方がいいんじゃないかなと思います。稼げると思って入るんだったら僕は辞めた方がいいかなって思いますね。うん。まあ、でも、それは、勤務雇われる、一生雇われるっていう目線で見たときに、まあ、そういうわけで、自分でやるとまた話は変わってくるんですけども、まあ、雇われると大体そんなもんかなと思っておいてもらったらいいかなと思います。もちろん最近はですね、本当にこう、整骨院業界も、まあ、他の、企業さんと同じようなスタイルを取るところもすごい増えてます。ちゃんと社会保険もついて、有給もあって、労働時間をちゃんと守られて、とかね。なってきて、まあ、そういうスタイルでちゃんとやってるところも増えてきてるんですけども、まだまだ少ないのが実情ですよね。だからまあ、そういったところを、収入が欲しいんだったら選んで入られる方がいいんじゃないかなと思います。でも結局のところ、一生雇われてるんで、雇われでいいんだったらそういうところ目指せばいいと思うんですけども、自分でね、やって、いろいろ自由を手にしたりとかではまた話は変わってくるのかなとは思うんですけども、まあ、収入の話だったんでね、今日はリアル話、柔道整復師の収入はっていうことで、まあ、勤務時代編ということで、勤務の時は、まあ、そういったのが、まあ、大体かなと思います。はい。なので、勤務時代なのでね、収入を第一と考えて勤めるのか、何か知識とかね、技術を学べるっていうのを優先として捉えるのか、
もしくは経営を学びたいと思って、そこに入るのか、いろんな、ね、目的があってそこを選ばれると思うので、まあ、そういった部分をちゃんと考えた上で、勤務先っていうのを決められたらいいのではないかなと思います。はい、では今日はですね、こういった感じで終わっていきます。ではまた会いましょう。さよなら。バイチャー。